どうも、エルザです。それでは、ウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて、次は、クランケリーの新たな輸出品ということで、アンヘル探しやりますか。アンヘルね。この先だね。テックポイントゲットしたいね。ん？この人は？ほう。何してるんだろう。町を変えたいのなら私たちの仲間にならない？あんたデッドセックか。実は頼みたいことがあるんだ。もっと大きな声でどうぞ。何が起きているの？クランケリーだ。くそ、好き放題しやがって。この前なんて銃で野良犬を撃ってた。射撃練習気取りでな。ひどい話ね。犯人の二人が誰だか分かってるのに、もちろん警察は重要視してない。彼らがやらないなら私たちがやる。クランケリーでも逃れられないわ。やってみるしかないな。もし力を貸してくれるなら相応の礼はしよう。相応の礼ね。んー、じゃこれはこれでほっといて。うわ、気になる。進めていくか。この中なんだけど、トラップ設置。連中はアンヘルをここに連れてきたのね。クランケリーの基準でも最悪な場所じゃないかしら。まあまあ、とにかく今は彼を探しましょう。カメラのネットワークから行き先を特定できるかもしれません。そうだね、あそこに行きたい。これ下行くもんな。よし、さあ徹底的に探せ。第一爆発起きたね。で次は、はいはい、これは必要と。問題なさそうだ。他を調べる。仕掛けで、これも仕掛ける。あとは、もういい、誰もいねえ。こんなもんかな。いい爆発音がするね。で、あれか。さらに上に上がって、ね、大急ぎでネットワークにアクセスしましょう。爆発えぐいな。問題ないよ。移動する。誰もいない。他を見に行く。一体どこにいやがる。まあ、解除して。誰もいない。こっちを探せよ。ここは問題ない。移動する。また逃がしたら、さすがにどやされるな。おっと、取って。問題なし。あっちを見てみる。こっちは異常なし。捜索を続ける。多分下か。逃げられた。戻ろう。これは気にしなくていい感じだね。さて、データ盗もうか。
録画映像は調べました。ミスター・ロペスが地下室に連行されたところまでは追えましたが、そこでカメラが途絶えました。ロンドンではめったにないことですね。さあ、やるべきことは明らかよ。やるべきことはね、上に行きたいんだけど、あれ行けるかな。とりあえず地下に行かないといけないらしいからね。とりあえずあっち側行ってみようか。よし、頑張れおばあちゃん。おばあちゃん頑張るんだ。いやー、にしてもさ、おばあちゃん使ってるけどさ、楽しくなってくるね。細かいテクニックはなんかそういうのは使えないけど、それなりに。進んでるのは面白い。チェックポイントゲットで地下に行こうか。うん、意外と平和。あんだけボコボコやったらね、たまらんよね、アイテム。さあ、この中か。随分と古典的な方法でドアをロックしています。この種のものは塔の昔に絶滅したと思っていました。地下につながっているか、無残な死を迎えるか、そのどちらかでしょうね。へえ、それはよかった。お？ああ、そこから入るのね。そりゃ痛そうだわ。出てきて。敵じゃないんでしょ。そう、バレてたみたいだね。陽動してくれて本当に助かったわ。お礼を言わせてありがとう。おかげでゴミクズに対処する時間をこれ以上ないほどしっかり取れた。大丈夫？あと少しで殺されるところだったわね。ええ、でもなんとかなった。少し息を整えたらファイルを探す。あなた、ケイトリン・ラウ警部補よね。違う？あなたの映像ログを見たわ。メアリー・ケリーを一人で追うなんて無謀よ。全部自分一人でってわけじゃない。あなたはデッドセックね。そうでしょう。こんなところまで私を追ってきたの？実は EPC で失踪した仲間を追跡していて、ここにたどり着いたの。行方不明者たちが見つかったのはいいけど、むごいわね。残念だけど、その友人が生きてる可能性は限りなく低いと思う。ケリーの連中はね、ここで人の臓器をブラックマーケットに流してるのよ。私ももう何ヶ月もその捜査に時間を割いてきたんだけど、そのファイルは奪われてしまったわ。まったく。疲れた顔。安全な場所まで連れていくように仲間に頼んでおくわ。私はアンヘルを探す。あなたのファイルもね、役に立ちそうだし。メアリー・ケリーについて集めた情報が全部詰まってる。それであいつを逮捕できる。強力なパートナーシップを築けそうね。メアリー・ケリーはたった今デッドセックのやることリストに追加されたわ。
さあ、ちょっと目的が変わってきたね。メンバーを手配しました。アンヘルとラウ警部補のファイルを探すとしましょう。よし、探すか。そしたらちょっと設定いじろっかな。ここで待つわ。あとそのありがとう、協力に感謝する。間違いありません。この一連の動きは臓器を集めるためのものです。クランケリーは欲しい部分だけを切り出して、余分な部位は燃やして処分しているのでしょう。立場の弱い人たちから臓器を奪うなんて卑劣よ。今すぐメアリー・ケリーを止めないと。ひどい、原型をとどめていないわ。バグリー、顔面の確認をしてちょうだい。損傷が激しくても特定できるかもしれない。顔認識が反応しません。もう顔に見えないからでしょうね。写真を撮ってくれたら、私が大まかな特徴をもとに各種データベースと照合します。さあ、カメラ視覚、いや、なかなかよ、これ撮らせるって。あら、取れてなかった。さあ、アップロード中。左下に出てるね。お？ダメこれ。諦めた方が良さそうだな。ああ。こういうことね。別人です。ああ、だね。まるで B 級の、いや、Z 級のホラー映画だな。本当だよ。を出す前にメアリー・ケリーを止めないと。残念ですが、アンヘル・ロペス本人であると断定せざるを得ません。これ本人か。アンヘル、危険は承知の上だったろうけど、まさかこんなことになるとはな。メアリー・ケリーはロンドンの弱者を食い物にしてる。あのクソったれの化け物め、奴の排除はデッドセックにとって優先事項の一つだ。さて、お次はケイトリン・ラウの事件ファイルを探しましょう。私の推測が合っているかどうか分かりますよ。メアリー・ケリーもゼロデイの一員なのでしょうか。ここで何だ。何だってんだ。まったく、いきなり攻撃してくるなんて。てか全然気づかなかった。さあさあ、これで OK かな。インタラクト。さあ、これで見事です。ファイルを手に入れました。警部補も喜ぶはずです。さあ、あなたも細切れの肉片にされたくなければ、さっさとここを後にしてください。そうでしょうね。あ、もう出てるのか。脱出ね。ほう。デッドセック、こちらケイトリン・ラウ。そのありがとう。あなたたちがいなかったら、今頃私も人間の部位だけになってたか、消し積みになってたかでしょうね。ラウ警部補、近くの隠れ家までエスコートしました。そちらで治療を受けています。私は平気。何かの薬のせいか、まだぼやっとするけど。それにしても、まさかあなたたちと組むことになるとはね。
デッドセックは警察と協力するような柄じゃないと思ってたんだけどな。でも今はとにかくケリーを止めなきゃ。そのためなら何だってやるよ。ええ、あなたたちには組織力があって、私には情報がある。それに何人か協力者もいる。私たちが力を合わせればメアリー・ケリーを追い詰められるわ。やつは他に言いようがないほどの犯罪者よ。マグリ、みんなを集めてちょうだい。このファイルを調べなくてはならないわ。そして次の手を考えるの。ラウ警部補と同期した上でブリーフィングの準備を進めます。さあ、輸出品クリアだね。ブラッディ・メアリー・ケリー、ボス戦なるかな。身につける必要があるのは小さなハンドヘルドユニットだけ。いやー、でもなかなか最高よ。なかなかよ。採用候補を発見しました。マップ上にマークしておきます。ほう、ああ、もう最初だね、本部だね。了解。電話をするのが簡単になった。誰と話したいか選ぶだけで、あっという間に話す準備ができる。じゃあ今回ここまでにしようか。もうね、なかなかちょっと早いけど、思ったよりクリアできたんでね。あとは、テクノロジーね。手動で発動させることができるクロークを追加。クローク、なんだろうね。ああ、おばあちゃんこれの方がいいのかな。ちょっと考えるな。戦闘型ね。潜入、これ強そうな感じはするんだけどね。まあまあ、ちょっともうちょっと考えよう。ほんとね、この辺りすぐ喧嘩始まるからね。まあまあ、今回ここまでにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。